全部多分素材がすごいいいものを使ってる、うん、でもやっぱりもともとのその数の子とかも上等なものなので、うん、やっぱ上等とおはようございます。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 よろしくお願いします。残念だったね、うん、今美味しいもの食べてたのに。なんか聞こえてきましたよ、はい、北海道産の数の子やばい。よいしょ、よろしくお願いします。すいません、よろしくお願いします。顔見ると思い出すね、本当に。あの借金の話。思い出した。すっかり忘れてた。反射神経のように思い出すわ。なんだっけとか言って。なんか忘れてることがあるな。やばい、つむ消しちゃった。もう一つください。もう一つください。すみません、ありがとうございます。どうした？拾い出たやつ全部消した。これがもう中継に流れてる。流れてます。何ですよ。出現しようだったですよ。あ、本当だ。どうぞ。私昨日 IWJ の中継の中継をしましたよ。あ、そうですよ。なんか、ね、その福島にこう地元説明会 IAA の会議を、大きいの国際会議をやるので、なぜかその地元説明会っていうのがあって、もうそれ本番で言う話を言っちゃってんじゃん。あ、でもいいじゃないですか。じゃあなぜ中継の中継をしたか。中継の中継で、そこにダッシュで行って、うん、もう告知が2日前とかで、うん、もうすごい来てる人少なかったんですよ。で、IWJ 福島の人も駆けつけてて、でも、もう始まりました。じゃあ行きますね。はい。ポイントだけ行った方がいい。すいません。はい。編集長は見た。このコーナーは毎日日替わりで有名雑誌の編集長が独自ネタやスクープを持って有益テラチョン沖の皆さんだけにこっそり教えてくれるという聞きどころ満載のコーナーです。今日はいつもと内容を変えましてスペシャルゲストをお迎えしております。前回ゲストに来ていただいたのが8月夏でした。4ヶ月ぶりの登場ですね。お笑いコンビおしどりのまこさんとけんさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう寒い季節になりました。なりましたね。セーター姿でね。おしどりの二人はですね、原発問題と福島の取材を精力的に行ってます。最近は真子さんどういう取材をされたんですか？昨日郡山に行ってきまして、はい、福島。はい、そうなんです。はい、12月の半ばに IAA の大きい国際会議があるんですけど、はい、その国際会議があることの前段の地元説明会というのに行ってきました。はい。説明会があるのって不思議ね。そうそうそう、珍しいですね。お、説明、はい、事前の説明会があるってことなんですね。そうです、そうです。何のためにやるのかというのを地元の方々に説明するという、遅いよね今これ。遅いですよ本当に。嫌だって言っても始まる、はい、本当に。で、説明ってどういう説明なんですか？まあ、この会議の目的はこうこうこうで、はい、それでご迷惑をおかけしますということなんですけど、うん、はい、説明が15分で、質疑応答が2時間以上っていう地元説明会でしたね。でももう本当に地元の方々が怒ってらして、うん、で、原子力の安全に関する会議ということで、うん、はい、原子力の危険じゃないのかと、うん、福島で原発事故が起こった土地であるのだから、はい、なんで安全なんだ、はい、でその IAEA は原子力推進機関なので、はい、で、福島県としてもう原発はいらないという回答を出したのに、はい、なぜ推進機関の国際会議を、福島でやるんだというような意見が相次いでました、うん、それに関して納得いく答えは向こうから来たんですか、 IAEA から。いや、もうとりあえず地元の方々の声を聞いて、はい、なんていうかストレス発散するような意味合いがあったので、ガス抜きのような会議でしたね、はい、アリバイ作りのような、市町住民の声を聞いて説明会しました。そうかそうか。で、おととい8日にはですね、おしどり教室というイベントも行ったと聞いてるんですが、はい、このイベントは福島で行われた子どもの甲状腺エコー検査について、はい、福島県で子育て中のママさんたちといろいろとお話をされた。いや、はい、これは私たちが主催でイベントをして、はい、その東京の方々に福島の甲状腺検査で、はい、ちょっと理不尽な目に遭われたお母さんをお呼びしてその話を聞いていただくということだったんです。理不尽な目に遭った人がいた。そうなんです。どんなのがあったんですか？そのお母さんは事故の前から甲状腺疾患があって、うん、で、まあ、その娘さんに移行する、うん、心配があるので甲状腺、お母さんと娘さんですごいそっくりになるんですよ、うん、で、まあ、年頃になったら甲状腺検査をしようって言われて事故前から検査を受けてたんですけど、はい、事故後同じ病院で、うん、甲状腺のことで娘さんが寒がって症状が出てきたのかと言って、うん、診察に行くと、診察
もう実質拒否されて、あのごめん分かってくださいと。分かってください言われたんですって。行間をそれ読めって言われても、どういう意味なの？県の方針でできることが限られてるんです、分かってくださいと言われて、でまあそのお母さんが、いやうちの娘は原発事故関係なく、私の病気が移行するせいで事故前から診察していただいてたじゃないですかと言っても、もう要するにあの陽性と出てしまうような人はもうあのデータ上それ増えちゃうから、はい、受けさせない。いやそういうわけではなくて、その検討委員会のあれでしょ、その甲状腺エコーを1回受けて、問題がなかったお子さんは、次検査ができるの2年後なんです、はい、だから前検査をして問題がなかったのでっていう、その決まり通りやらせてくださいっていうことなんですね。みんな一律化して、はいはい、だってみんなそれぞれ症状によって違うわけですよね。なので、いやもう原発事故のために病院来てるんじゃないのにって何度も抗議されたんですけど、はい、結局そのお母さんは東京の甲状腺の専門の病院に行かれて、福島でもうあの一旦異常がないって出てしまったので診察をしてもらえなかったという話をしていただきました、はあ、でじゃあ東京では検査は受けた、東京では受けられたんです、福島ではダメだったんですか、うん、はあはあ、でその結果っていうのはどうなったんですか？それはまだわからないんですか？あ、結果ですか、ええ、まあちょっとその血液検査をして、うん、まあちょっと甲状腺の数値が、基準違いで不安なものもあるから様子を見ていこうということだったとおっしゃってましたね。まあだけど岩上さんね、はい、今の話聞いただけでも、なんかもう全部こう同じルールの中でね、そうですね、当てはめていく、うん、まあ、それをちょっとでも、まあ、おそらく分かってくださいっていう時、ところでは、本音のところはちょっと違うんだけど、でも規定があるんでっていう、そういうね、いろいろな方針でがんじがらめにお医者さんがさせられちゃってるんですよね、実際僕もそういうふうに、いろんな方針が決められて、これはおかしいと、小声で言うお医者さん知ってます、だけれどもそれをじゃあ、表立って言ってって言って、いやいやそうしたらもう学会で睨まれるからっていうふうになるんですよ。そう、そしてねその学会で睨まれるというこの上をどんどん辿っていくと、国内では突き抜けてね、やっぱ世界の話になってくるんです、やっぱり一番上になると WHO になってくるんですけど、そうですよ本当。そして今度 WHO っていうのは実はここに今話が出てきてる IAEA に牛耳られちゃってるんですよ、1959年協定というもので結ばれていて、はい、放射線に関わるようなこと、ナーバスなことをやろうとするとですね、その IAEA の許可なく WHO は研究だとか何もできない、なんかかざしてる、あ、これはですね、その IAEA が、ね、その福島で会議をするにあたって福島の人たちが IAEA のことを一生懸命お勉強なされたんですね。でその1959年の協定のこととか、はい、ちょっとこれは IAEA が今福島に来るということはおかしいんじゃないかということを皆さんにお知らせするために、このね、IAEA に正しく対処するための参考資料集っていうのを急に急いで作って昨日できたんです。一部300円で一生懸命勉強中ってことで、そうなんです、うん、もうその IAEA が今まで何をしてきたかっていうのが全部書いてあって、やっぱりこれをきちんと皆さん読もうということを、昨日住民説明会に来られた方がおっしゃっておられました。それでね、岩上さん、はい、その IAEA なんですけど、私この間先月の頭に OECDNEA の会議にも取材しに行ってきたんですよ。 OECDNEA、はい、OECD ってあの世界経済協力機構の原子力機関なんです、はい、でまあそこでその今月 IAEA の会議があるための前段みたいな話試合がされてたんですけど、そのプレスで言ってたのが読売新聞と私たちだけだったんですよ。3日間あって、でそれで、まあ、プレスって腕章してるのでいろんな方々が話しかけてこられて、でコーヒーブレイクの時に、国立保健科学医療院の方がおっしゃってたんですけど、まあこのやっぱり世界は原発事故があってもうまだまだ原子力を作ると、でこれからアフリカに原子力を作っていきたいんだ、アフリカにも中国にも韓国にももう50以上原子力を作る前提があるので、だからこれから福島の原発事故をもう早く抑え込んでしまって、で除染をして住民がもうその汚染を受け入れるということを発信しないといけないんだ、それを踏まえて記事を書いてくださいねって言われたんですよ。誰に、改めて誰にですかそれ、国立保健科学医療院の研究官に、名前は、名前ですか、うん、名前言っちゃっていいよ名前言っていいですよ、それは名前言わなくちゃ、まあそれをやり取りしてるんで、山口研究官ってことですね、山口さん、はい、山口さん、そんな本音の美味しいことをお一人だけに言わないで僕らにも教えてくださいよ、はい、聞いちゃいましたそのでそれを私マガジン Q というところに連載してるので、それを書いて、はい、まあするとその研究官からすぐにメールをメールいただきましたけど、メール来てなんて向こうは
反応したんですか。院の名前を出さないで、研究者にしてくれないかと言われました。でも私で、まあ、はい、で、まあ、私はその、規定の方法じゃないと取材を受け付けないんでっていうことだったんですけど、私たちは規定の方法で会議に申し込んで、報道として登録をして、プレスの暗証をして、報道席に座っているところに話しかけてこられたことなので、それはちょっとできかねますとお答えはしました。僕にはね、そういうこと言ってくれないんですよ。はい、まあ、このように岩上さんやってくれませんかってね、誰にも言われたことないんですよね。言われたら絶対ネタにするのも分かってんだよね。どこ行っても言われないんです。ね、IWJ ね、この IAEA のね、取材申し込んでるんですよ。はい、もう今日回答来るんです。私今日のね、今晩遅くですって、私も問い合わせたんですけど、外務省に。もし OK が出ればですね、IAEA の会議を全部生中継します。皆さん見てください。はい、お知らせ挟んでですね、後半はおしどりのお二人が10月に行ったという水俣病に関する取材についてお話を伺います。はい。OECD の話予定外だから尺取れるんじゃない？すいません。大丈夫大丈夫。みなまた頑張って、急いで大事なところから行った方がいいと思う。わかりました。はい、でも OECD も私的にかなり重要だったんですよ。しかし向こうはなんでそういうこと言いましたかね。なんかだから聞いてくれると思って、でもね、3日目で最終日だったんで、最終日だったんで、すごいね、疲れが、そうなんですよ。3日間行ってもうすごいいろいろ喋ってたんで、大丈夫だろう、わきあいあいみたいになって、分かってくれるんじゃないか。そうですね。場所はどこ？東大の、はい、なんとか、いや、三条会館、山上会館、はい、三条会館ありました。そうか、うちちょっとマークできてなかったな。それでもなんか分かりにくかった、分かりにくかったでしょ。日本語での募集は一切なかったんです。なんだそれ。英語での募集しかなくて、私も申し込んだらビザを持っているかとか、パスポート持っているかみたいなやり取りで、日本人ですと日本人とやり取りをしているぐらいで、だからその新たに来ているのは海外の研究者ぐらいしかいなくて、あとはまあ主催者側だったよねっていう感じです。それはしんどいと、おしどりと読売新聞だけ、はい、でも読売の方は1日目の午前で帰られて、3日間取材したのは私たちだけだったので、そうですか。読売はね、過去で決まってるからね、別に取材しなくてもね、そう過去で決まってる、そうですね、うん、やる、やる、ならば来ましたみたいなことですよね、取材。ラスト CM です。この後ジングルからコーナーパート3になります。でもまあ今朝の藤村官房長官の会見でも、まあ、IAEA の会議の意味は、まあ、あの原発事故の説明責任を世界に向けて果たすことと同時に、福島の原発事故は収束して復興に向かっていることを世界に向けて発信するって言ってたので、まあちょっとそういう意味合いの強い会議だなと思って、大変なことだなと思ってます。で、1日目に福島、あ、ごめんなさい、すいません。時刻4時39分です。さて、おしどりのお二人、10月に水俣病で知られる熊本県の水俣市に、まあ、取材に行かれたということなんですが、はい、今回水俣病の取材というのはどういう経緯で行くことになったんですか。はい、飯舘村の方々と伺ったんですけど、はい、その水俣の、いろいろ裁判をされている方々が今後飯舘でもそういう裁判が起こるかもしれないと、なのでできるだけ知恵を共有しようということでアドバイスをくださって、で勉強しに行ったんです。で、その実際に水俣に行ってどういう取材をされてきたんですか。いや、もう歴史をたどったり、それで最後に第二世代訴訟という、うん、その水俣病の患者の方々の第二世代の方々の裁判を傍聴したんですけど、はい、もうびっくりしましたね。ね、もう国側の意見書を読んだんですけど、もうなんていうか、低濃度暴露、最近は低濃度暴露という言葉をするんですけど、被爆じゃなくてね、そう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 、この程度の低濃度暴露では病気を発症しないとか、うん、もう低線量被爆と本当にシンクロするようなお話ばっかりで、かなり驚きました。ね、そうか、表現は違っても、はい、まあ同じ、同じですっていうことなんですね。なんか国の役割とかもね、うん、役割というかやってきたことというか、そういうのもなんか、ね、そっくりですね。はあ、そうか、国の態度ですね。対応も、まあ、似てると。そうですね。で、メチル水銀は除染じゃなく除去っていうんですけど、まあ、その除去利権という住民のもともと希望だったんだけれども、はい、もうそれ無視したもいろいろな利権が動いて、うん、お金も動いたのであまり利権が通らなかったということも聞きましたね。うんうん、それも除去とその除染の言葉は違うけれども同じような意味合いです。となると利権が動くということなんですね。岩上さん、かなり似てるんですね。似てますね。先ほど築地の話をしました、はい、でそこで畑先生のお名前出しましたけれども、はい、日本ではその昭和40年代70年前後ですよね、この時に公害の問題、本当に大きな社会問題になりましたけれども、うん、
四大公害病と言われるね、水俣病、はい、それから新潟水俣病、はい、第二水俣病ですよね、はい、それから痛い痛い病、うん、あと四日市でしたかね、はあはあ、あの四日市伝説ですよね、はい、でこの特に痛い痛い病なんかも非常に同じような構造になっていて、土壌が汚染されて、はい、そして環境汚染になって食物で取り入れてという同じ構造なんですよね、その畑さんなんかはこの土地をですね、はい、表土を剥いで新たな土を持ってきてということで今やってる除染の、はい、まさにパイオニアをやってきたんですよ。かなり意外に思ったよりもそこそこの予算でね、それはできなくはない、はい、ところがこれ放射能の方はレベルがちょっと違うんですね、はい、同じようなレベルでいけない、何しろ広域であるということと、構造は似てるんですけど、もう一つ、日本の国内のこれまでの、公害病と違うのは、はい、突き当たっていく最後のところはやっぱり権力っていうのがあるわけですけど、ええ、国家とかそれから、窒素のようなこの、まあ、企業ですね、企業ですよね、ええ、ところが原子力の場合は国内だけで完結しない、うん、先ほどから名前に出てる IAEA のような国際機関や、はい、あるいは国際的な原子力村、国際的な原子力産業の利益というものがあって、うん、結局そこを最も仕切ってるのはどこかというとアメリカなんですよね。だから僕至る所で言ってるんですけど、脱原発あるいは脱被爆ということをやろうとしたら絶対国内だけで完結できない、うん、それはね、脱米国支配ということ、脱米国従属という脱米をしないとね絶対に達成できないんですよ。これはこれまで の国内の公害病とは一線を画するところ、ね、ものすごく大きな問題だと思いますね、はい、さあそしてですね、最近ではアスベストの問題についてもおしどり取材をしていると。で、一昨日のイベントではアスベスト被害で国の責任を問う訴訟に関わってきた20代の男性に話を聞いた、はい、これはどういうお話聞くことできたんでしょうか。沢田君という26歳の若者が、はい、労働安全衛生センターのアスベスト問題をやっていて、はい、それでいろいろ話を聞いたんですけど、もうびっくりして、何がびっくりしたというと、もう世界ではアスベストはもう絶対に労災でもう因果関係があるとなってるにもかかわらず、1930年代にもヨーロッパではもう労災になってるにもかかわらず、1974年に日本ではアスベストの輸入の第一ピークが来るんですよ。で、83年にアイスランドで全てのアスベストの使用禁止になって、でもで1987年に建設省が官舎省庁の建物へ のアスベストの使用禁止を、自分のところだけアスベストを使用禁止にした後に、その翌年にアスベストの輸入第二ピークが来るんですよ。と建設省は分かっていたにもかかわらず、その後に第二ピークが来て、でそれでその後クボタショックとかいろいろあって、それで例外なしのアスベストとその製品の製造使用流通が全面禁止になったのは、はい、2012年なんです。今年なんです。今年ですか。それがすごくびっくりして、まあ、私もそのアスベストの問題を初めて知ったのがあのクボタショックの時に実際に聞き出したんですけど、でも実は本当は昔から国は知っていて危険性を、それでそれを規制してこなかった、でも自分ところだけを規制していたということにすごく驚きました、はあ、岩上さん、はい、まあ、今トントンとね、まあ、西暦言ってもらって、うん、まあ、後手後手どころじゃなく分かってるのに、はい、確信犯ですよ、うん、こうした問題、こうした問題、それでもね、はい、国内で、自分たちのこの考えでですね、規制を厳しくすることが可能な状態、はい、だったらまだ見込みがあるんですよ、うん、でも怖いのは TPP に入ってしまうとですね、はい、国内規制というものを徹底して撤廃されていく、これまで築き上げてきたものも撤廃されてしまうんですね。基本自由ということになりますから、はい、そうするとグローバル企業が例えばアスベストだってなんでそんなに使われたのかというと、建材として安くてですね、使い勝手が良かった、はい、ただそれだけなんですね、住民の健康を考えない、こういう公衆衛生を考えない、だけれども安く済んですごく儲かるというものをどん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 グローバル企業、グローバル資本が使っていくようになる、そのことを国内で規制をかけてストップすることができないような体制が生まれてしまう、グローバリズムの怖さ、はい、そこをね、僕は声を大にして言いたいですね、みんながそこの問題に関心を持ってもらいたいと思います。まあ、今日短時間ですけども、いろいろおしどりのお二人には教えていただいた感があるので、詰め込むよね、おしどりは。いや、こんなの一つそうだったのかというのをぜひとも教えていただければ、はい、僕が喋ると詰まるからね、頑張って、編集長、この後もですね、前にいろいろとお笑いをやっていただきますから、はい、以上、編集長は三田でした。借金の話してくれないと思います。思わず、いやいや、こういう話があるだろうみたいな。
ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかこれ持ってきてよかったわ。本当ね、本当ね。これ どんな感じ？これはどこで手に入るんですか？そう、そう、そう。それもね、まだね。うん、わからないんだ、まだ。わからないですよ、うん。本当に福島に、郡山に住んでる人たちが、うん、IAEA の会議があるということで急いで作ったんです。そうかそうか、はい。佐々木さんとにかく何かしようと、うんうん、それでなんか上りも作ってそれでそれをこれちょっとかざしておくな、はい、これ見る人は見るだろうからね。でもそんな脇で今選挙が行われてるわけですね。そうなんですよ。だから今もうみんなおっしゃってたんですけど、はい、もう政治家さんが何も自分の選挙で集中してる間に官僚主導でいろいろなことが決められていて、で1日目にあの福島県知事とあの天野事務局長が、はい、合意文書交わすんですよ、ね、もう福島県のこれからの除染と あと健康の問題を IAEA に協力してやっていくっていう。でも住民の方々が IAEA に自分たちの健康を任せるなんて私たちは聞いていないって怒ってらっしゃいました。すいません、最後まで締め込む。お疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いよいよあのせせり出してきたというかね、せり出してきたというかね、国際原子力村が。その冊子欲しいです。これあの個人の電話番号なんで教えていいかどうか言いたいけどちょっと家にあい俺が電話かけて OK って言ったらあの開示するようにしますよ。みんな聞いてる？この福島アクションプロジェクト、ちょっと電話かけてね、それで配布できるかどうか聞いてみます。IAEA の話もね、こうやってあのやっぱでも来てくる、来るっていう話になるとね、分かりやすい。そうですね、ちょっとこう時間なくていいのかって。放映権もひどい。はあ、そうですか。放映権ひどいですよ。びっくりしましたよ。あの僕いろんなところで話してるんですけど、あの残留放射線の影響はないということを言い出した一番最初っていうのは、なんと45年9月 GHQ のトーマス・ファーレルという事務所が言ったんですよ。もうだから核爆弾の最初の影響で人は死ぬけど、はい、あとはもう人は死なないんだ、はあ、関係ないんだ。原発の後にあの原子爆弾がね、そう、だから後で事後的に入手して被爆した人もない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 、ずっと言い続けて、そのと同じことをこの間放映権言ったの、なんちゅうこった。45年9月から占領は続いてるってことです。精神的知的占領というものですね。販売機で缶コーヒーを買ったらもう一本当たりが出ました。恐ろしいですよ。原子力に関するこのなんていうのかな、安全だよというプロパガンダというのは根っこは軍アメリカというものがありますからね。から原子力発電とか見てると分かんない。そうかそうか、核兵器ですから。そうですね、発電じゃなくて核兵器です。根っこはね、うん、なかなかあの原発の事故から初めてものを知って考え直すとそこまで切り替わってくる。どこまで行くの一体この根っこはっていうふうになるんですよね。だけどよく言ったもんで、人の噂も七十五日みたいなね、ことでまあそろそろいいんじゃないのみたいなね、1年9ヶ月ぐらい経つしっていう。だけどこの前の地震が起きると改めてまたまあリセットボタン下手すりゃ押しちゃうってことですもんね。そうですね。それこそさっき若見さんおっしゃってた4号機とかね、あれ危険じゃないですか。なんてもんじゃないですよ。5000発分ですよ、広島型原発。どうすんのって本当に。で忘れがちだけど、いまだに水入れてるわけでね、そうですそうです、冷やし続けてるわけですよ。であれ結局ただ回してるだけじゃなくて、おそらくどっか漏れてるわけだから、何も変わってないってことですよ。それであそこからこのキャスクっていうのを入れて、水に入れたまんまこう引き出すのに巨大な重機が必要なんだけど、あのぶっ壊れちゃってるから建屋が、はい、だからそこにこれ足場もないし、はい、それこれから開発して引き出せるかどうかといっても10年かかるって。10年ですよね。その間さ、今回でなんていうのかな、グラグラってきてぶっ倒れなかったけど、じわ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 ひび入ってってるでしょ。それ痛んでますよ。もうね、もうマジ本当に勘弁してってね、で4号機潰れちゃった時にはガシャってなっちゃったら、もうすごい線量で出るじゃないですか、はい、そう1、2、3号機も含めてもう現場作業できないので、はい、もうみんな退避ってなるわけですよ、うん、みんな退避ってなったらもうアウトですよ。チェルノブイリよりも悲惨なのはここですよね。チェルノブイリ1機ですからね、はい、うん、最初の爆発がすごくてチェルノブイリで燃料がね破片で飛んだけど、そうか、
もうあそこ全体がダメになるっていうか、ダメになるどこじゃなくて、撒き散らすわけですもんね。でチェルノブイリの時にはそれですぐ石棺で覆うこともできたし、そこで収束したんだけど、全然できないわけじゃないですか。ゆっくり取り出すしかないわけですよ。どうするよ。でしかもチェルノブイリはそんな地震という可能性ないんですよ。運転ミスですか、ね、そうかそうか、あれはね、うん、そうだ、人為的ミスだ、そうそうそう、地震じゃないですか、ね、地震じゃないですから、また同じようになんて、こんな今僕らがドキ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 なんて思ってるような状態にない。ある。だ日本で続けるの無理っていうふうに思ったら答えは簡単なんだけど、普通日本人だけが考えたら無理ってことは出るんだけど、こう国際的な原子力村からやれって言われる、うん、その力が強いわけです、ね、すごい強い。それはなんでって、日本が主権がないからですよ、属国だからですよ、大変でも時間かかるんですね、日本人はそこに言うのは、この国はね僕ら主権ないんだよ、属国なんだよっていうのを、もうちょっとねアメリカに露骨に支配される国だと分かるんだけど、はい、すぐにね、それはみんな知ってるよって話なんだけど、日本人はそこに気がつかない、ぼんやりと支配する、アメリカから身を引き離そうと思わない限りはですね、やっぱりこの問題の本質には迫れないんですよね、うん、そうなってはいけないから、逃げ出そうとされたら困るから戦争行っちゃろうぜって話、勘弁してほしいと思いませんか、本当に、うん、明日もお楽しみにね、法改正草案なんて出してる政党もありますし、それも9条だけじゃないですからね、基本的人権やめようとかね、あんまりありませんよ本当に、まずあなたの人権やめなさいよっつって、ね、考えられませんよ。その言い草がね、天賦人権説は欧米由来の思想で日本の文化伝統歴史に合わないからやめましょう、じゃあお前が着てるそのスーツもネクタイも欧米由来だから着るなって、うん、お前が乗ってる車も乗るなって、うん、それから何よりも欧米由来の原発使うな、うん、そうです ね、何言ってんの、欧米がどうこう言うんだよ、もうむちゃくちゃなことばかり立憲主義をやめようとかね、なかなかという議員がいるわけですよ、水曜日その問題書面からやります、そうです、ちょっと法律関係者弁護士と待ちに、このままで危なくなる、取らないですね、うん、私も危ないかもしれない、そう共演に来てくださいね、お待ちしております。続いては文化放送交通情報、警視庁の佐藤さんです、お願いします。はい、お伝えします。東北道上り事故で通行止めの区間があります。東北道上り福島県内の白川インターと栃木県内の那須インターの間、事故のため通行止めです。この影響で上り白川で3キロ渋滞しています。千葉の京葉道路は上りの幕張で2キロ、うん、東京湾アクアライン上りはアクアトンネルで1キロ渋滞しています。首都高速都心環状線外回りの五福橋、事故の処理続いています。外回りは三宅坂から、反対の内回りも五福橋付近に向かって浜崎橋から渋滞です。一般道路環七は外回りの大田区中間込め2丁目、トラックでも食の問題に関心のある人多いんですけどね、なかなか築地のことにね、はいはい、本当お魚がね汚染されたら本当に困るの、源流だってね、水銀の魚食べちゃったからなって、うん、口が入ったんですよね。警視庁の佐藤さんでした。次の文化放送交通情報は5時13分頃お伝えします。上がってもらうことの難しさよ。そうですね、うん、ちょっといいものを使ってます、はい、もんちゃん